はいどうも皆さんこんにちはミネットです。さあ集まれどうぞれ実況を続きやっていきましょうか。今回はですねこちら半月に1回するグッズ紹介をやっていきたいなと思います。いや半月に1回するとか言いながら結局最後やったらなんか1ヶ月ぐらい前な気がするんですけれども、今回はグッズ紹介やっていきます。でね結構今回紹介するグッズこれね投稿するのが多分7月22日だと思うんですけど、1週間しかありませんのでなるべくね早めに注文してほしいなっていう商品を紹介していきます。そういえば今日が7月22日なんですけど、ついにですね、低木の種類が変わります。ハイビスカスが昨日からつぼみになっていて今日から開花しますので、アジサイからね変えたいという方はハイビスカスにしてみてはいかがでしょうか。いやいやいらっしゃい、来てくれてありがとうね。今日のおすすめはハイビスカスだよ。ちょうど今の季節が見頃だからぜひ植えてみてね。それで今日はどんなご用なのっていうのがありますのでやってみてください。俺もね実はそんなにハイビスカス自体を植えてるわけじゃなくて、朝のリス住民がめちゃくちゃ可愛い。おびっくりした、ジュン君か。だから座ってたからさ誰かなって思ったらジュン君だった。ちなみにあー下か、よいしょ、ここで落とすしかねえ。待って違う、それがしたかったじゃない、よいしょ、オッケー。さあプレゼント中身を開けていきます。何が出てきた、ミニ冷蔵庫、ナイス。ミニ冷蔵庫しかも茶色、茶色だな。うわこれ後で使おう。よっしゃ、集まる動物の商品紹介やっていきますか。アニモさんっていうねグッズのサイトなんですけれども、検索結果集まる動物で10件の検索が出てきました。あのここにある商品ご存知でしょうか。結構前にあのシーパラダイスさんとのコラボがあったんですよね。集まる動物×横浜八景島、まあ、これ今も開催中なんですけど、ここにあるスタッキングマグ、これがね価格が880円で、アクリルキーホルダーこちらも808円になっていて、まあ、その他のグッズとかもただ登場していたんですが、なかなかねこのオンラインでの販売っていうのがちょい遅かったんだよね。これだったらこのシーパラダイスさんだったら先行販売でもう購入することはできたんだけど、オンラインでは購入することはできなかったんですよね。まあそれが今回新しく出てきたということで、集まる動物園のスタッキングマグの紹介動画やっていきます。グリーンとピンクとホワイトの3種類のスタッキングマグプラス、そして集まる動物園アクリルキーホルダーのラコスケと、ジョニー、ジャスティン、フータ、タヌキチ、シズエ、マメキチ、ツブキチの 1,2,3,4,5,6,7 種類が登場しました。まあこれね基本的に海に関係している動物たちがメインで使われているんですよね。まあこのね八景島あの海に面しているんですよね。まあそれ関係で、今回登場した住民たちっていうのもジャスティンとかラコスケとかジョニーとかになっております。アクリルキーホルダーな、まあ確かに先行販売で購入持ってる人は多分持ってるとは思うんですけど、なかなか八景島に行く機会がないなっていう方はこの機会にぜひぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。スタッキングマグのグリーン、これが10月、結構遅いんだよな。今から1週間しかないんですよ、予約できるのが。7月29日までだから、まあこの八景島に行く機会っていうのがあるなっていう方は特に狙う必要はないんですけど、お買い物で八景島のこれ自体がね7月の12日から8月の31日までだから結構長いんですよね。まあそういう機会がないという方はこちらで購入してみてもいいんじゃないかなと思います。プラスこっちがピンクのやつで、10月っていうのがなちょっと長いですよね。今から3ヶ月後か。いやでもめちゃくちゃ可愛いなこのスタッキングマグ、どれを買うかだな。ただ柄も違うんだね今思えば。俺もそんなに詳しく見てなかったけど、見て柄が全然違う。これは住民映ってなくて家具とかあと化石とかキャンプファイヤーのやつ。こっちはこっちはただあれか、あしずえさんのアロハシャツの柄のやつ。こっちはしずえさんが映ってたり、あとタヌキチ、違うなこれ、タヌキチじゃないな、ミスズか、なんかミスズっぽくない、ミスズっぽいな。あと化石とかがシルエットが描かれたスタッキングマグになっております。どれが欲しい？俺だったら、いや去年ね実はこれのスタッキングマグのマイニンテンドースターで購入できるやつを購入したことあるから、まあでも買うんだったらこれかな。なんか緑いいな、グリーンのやつ。もしかしたらねこの集まる動物のシーパラダイスさんのところに行く機会があるかもしれないから、難しいな。こっちだったらねその場で買えるから、トートバッグもプラスで候補に入れることができますので、難しいラインだね。7月29日締め切りか。いやこれがねもしも8月の31日まで締め切りが長いんだったら、どっちにしようかな、八景島行こうかな、こっちで購入しようかなって悩むことはできたんですけど、そういうのができないから
ちょい不便ではありますよね。集まれどうぞれのアクリルキーホルダーのラコスケと、これでもラコスケも880円で、こっちのサッキングマグも880円なんだね。一緒の値段なんだ。ジョニーと八景島とか書いてるわけじゃないんだね。ただ今回さ、海がメインだったから、こうやってジャスティンとか、あとラコスケ、ジョニーが出てきたけど、次のコラボ先が山とかだったらあれなのかな、レックスとかも登場するのかな。なんかそこら辺楽しみですよね。まあ、今回ね、この博物館、まあ、あの水族館がメインだったから、この子たちが主役になってしまったんですけど、まあ、ぜひぜひね、1週間しかありませんので狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっとね、概要欄に URL 載せておきます。プラス任天堂スイッチの、抽選の応募期間が発表されております。これマイ任天堂ストアなんですけど、7月の16日から7月の、25日の23時59分まで、あと3日間ぐらいしかありませんのでね、いやまだね、集まれどうぞれのセットを持ってなくて欲しいという方は、この抽選券狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。当選者の購入期間が7月の29日から8月の4日、結構これも短いんだね。8月の中旬にお届け、今からちょうど1ヶ月後ぐらいにはなってしまうんだな。まあ、今回これが紹介したかった部分になっていて、前回ね、俺が購入したやつがこれか、ウォールマグデミタ、これを去年買ったんですよね。1760円したんですけど、テイクアウトカップ感覚で使えるダブルウォールタンブラーです。しかもものすごく耐久力がある、落としても割れにくい素材ということもありまして、すごく便利なものになっております、ウォールマグデミタ。まあ、これとはちょっと違うのかな、今回のやつはスタッキングマグだから。まあでもこれはいいな、しずえさん好きにはたまらない商品なんじゃない。言ったらこれですよね、このしずえさんの服装。どっかあるかな、しずえさんの服装が多分あった、あったあった、これだね、しずえさんのアロハシャツ。これの柄が、まあこのアクリルキーホルダーじゃなくてスタッキングマグに出てきてくれるから、待って、今ね、集まれ動物の方でもうあれから5分ぐらい経ったのか、10分経ったのか、すごい喋っちゃってるな。よいしょ、よし。プレゼントってこの上置くことはできないもんね。これ置けたらよかったのにな。おい、粘土か。こっちの方に戻って、あと紹介したかったやつあるかな、なんかあるか。まあ半月に1回ね、グッズ紹介やっていきますので、まあ、次ね、あの紹介するものも楽しみにしていただければなと思います。これ行きてえな、シーパラダイスさん。8月31日まで。結構ね、この水族館内でずっと集まる動物のオープニングが流れてるから、あのスタッフさんはノイローズにかかりそうみたいなことは聞いたことあるんですけど、いくら？当日券のご購入の際はウェブの整理券の取得が必要です。マジか、ここで買わないとダメなんだ。前日までに全売券を購入、前日までに購入しないとダメなんだ。これ絶対忘れそう。水族館に行くだけだったら、あ、水族館とアトラクションとスタンプラリーブックをプラスで買った場合は、まあ、5500円から5700円なんだ。で、アクアリゾーツパスだったら、3000円から3200円で行くことができるということなんですけれども、まあ、俺だったらこっちかな。まあ、あんまり集まる動物よりと、このイルカショーとかを見れたら、満足しちゃうタイプだから、なかなかね、普段アトラクションとか乗る機会っていうのがないんですよね。まあトートバッグかスタッキングマグかな、アクリルキーホルダーよりかはかこっちの方が、まあ実用性重視の人間なので、なるべくこういうスタッキングマグとか、まあ、トートバッグとか狙いたいなと感じる、そんな今回の動画でした。まあせっかくだから夏初夏を体験していきますが、いやでもさ、来月あたりに多分来るよね、アップデート。来月って確か花火大会が始まるんですよね。一番最初の花火大会が8月の日曜日だっけ？って考えたら、一番最初に出てくるのが8月の1日になってくるから、8月の1日よりも多分3日ぐらい前にアップデート情報っていうのが入るんじゃないかなっていう俺の予想。だから29日あたりにアップデート情報が入って、なんかすっごいリズムが集まってるね、びっくりした。でそれからね、8月1日からこちらのまあ、たぬきショッピングでの新しい商品っていうのが出てくるんじゃないかなと思ったりもしています。めちゃくちゃリス住民集まってる。なんだこれ。いや、朝はね、確かに集まりやすいんですよね、この広場に。こんなにみんな集まるとは思ってなかったぜ。これ邪魔じゃね？暖炉って。暖炉。暖炉を回収して、一斗缶、暖炉。
ブックスタンド、ボトルシップ、冷蔵庫置いとく、暖炉はさす、いや小さ、ちょっとミニ冷蔵庫だな、ここに置くのは。まあここもしばし考えましょうか。実はね、あの暖炉気に入ってたんですけど、まあ初夏ということもありまして、変えていけたらなと思います。まあというわけでですね、今回はグッズ紹介の回だったんですけれども、ぜひぜひね、あのシーパラダイスさんで先行販売されておりましたスタッキングマグとアクリルキーホルダー欲しいという方は覗いてみてはいかがでしょうか。まあというわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。